君たちは。おじい様。おお、美月。XRC の職務か。これぞ天のおぼし召し。君たち、助けてくれたまえ。現金だな。まあ、助けないわけにもいかねえだろうが。この気配は。いかん、気をつけるのだ。前にも出た柱の守護者ね。あれよりもさらに手強そうです。ですがここは絶対に引けません。アイドルの底力思い知らせてあげるわ。刃よ、クラムタゴハーミット戦。貫けてよ、今です。はお願いします。一気に行こう。それ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 。カオスエルドラゴン。
ハーミットシェル。消えて。さすがは柊木さんたちだ。ええ、これで。大丈夫ですか、おじい様。ああ、心配はいらない。しかし、諸君らと美月が合流していたとは。礼を言わせてもらうぞ、XRC の諸君。どうもっす。どうやら、あちらも大した怪我ではなさそうですし。
死に一生とはこのことだ。しかし君については意外だったな。まあ助けたのは北斗会長のついでなんだろうが、そのどうして手当てまでしてくれるんだ。別にこれくらい当然でしょ。ちょっときつめに縛るわよ。前に言ったでしょ、アイドルの思いがどれだけ強いか教えてあげるって。え、あなたみたいに見もしないでくだらない呼ばわりは許せないの。この騒動が終わったら生のステージを見てもらうから、 S 席自腹で買いなさいよね。君はたくリオ先輩かっこいいです。何気にちゃっかり営業までしてるしね。でもこれで3本の柱のうち2本が止まったことにもなりますね。ええ、残るは。漆黒の指定士、私の中にいた天使よりも。くっ、ここへ来てグリムグリード級が相手かよ。さすがに大ボス連チャンは反則でしょう。会長、お嬢様。国防軍の部隊もかなりすごかったけど、ゾディアックの要する対異界部隊アングレカム、聞き死に勝る連度ですね。私も含めて全員に元がつきますが、とりあえず会長、お嬢様、皆さんも一旦外へ。すでに安全は確保しております。わかりました。京香さん、皆さんもありがとう。うん、それでは行くとしようか。うん、単独行動ですか。ふん、その通り。実は少々この状況で力になれる当てがあってね。
何をよまいごとを。そもそもあなたは未だ左門中の身で。行かせてやりたまえ。会長、どうやら友明君には何か考えがあるようだ。構わないかね諸君。ま、俺たちは別に。どうせ今の森宮氏からは逃げられないでしょうし。また狙ったりしたらさすがに許さないけど。だそうです。ですがミクリアさん、くれぐれも気をつけてください。二度はありませんよ。やだな美月さん、そんなことはあるわけないだろう。それでは諸君、また会おう。まあ無事に再会できたら楽しみにしていてくれたまえ。地獄置くのもわかるっつうか。まあ最初から婚約者とか釣り合ってなかったんじゃない。お嬢様。XRC の諸君、それでは健闘を祈っている。お互い力を尽くすとしよう。この苦難を乗り越えるために。はい。美月ちゃんも無事で本当に良かったよ。とにかくこれで高畑くん以外の全員が揃ったわけだね。はい、完全復活まであと少しです。高畑くんほどの実力者ならきっと無事でいると思います。それに佐伯先生たちも。ああ、そうっすね。そちらは雪乃さんなどの情報を待つとして、今は先に進むべきでしょう。蓬莱町、最後の柱のある場所だね。あと一つで塔の前の結界も解けるって話だしな。ひとまずそっちを目指した方が良さそうだ。それは賛成だけど、それとは別に気になることがあるんだけど。あ？何がだ？うん、しおり、君の幼馴染のこと。確か風邪で学校を休んでたんだよね。なのにどうしてあの時アクロスタワーにいたの？それは。こっちゃん、お願い、早く町から逃げて。わからねえ、今はまだ。こうか。だけど私
あの子と友達になったから。君がちゃんとしてくれないと、さすがに納得はできない。それは、分かってるよね。ああ、もちろんだ。他ならぬあいつの話だ。けじめはきっちりとつける。だから、少し待っててくれねえか。うん、それならよし。リオンちゃん。まあ、とにかく今は動いた方がいいんじゃない？ええ、高畑君たちの情報もどこかで入るかもしれませんし、準備を済ませ次第蓬莱町の柱に向かいましょう。